こんにちは。今日はですね、ちょっと思い立ってルームツアーを撮ってみようかなというふうに思いまして、今カメラを回しています。と言いますのも、僕がこの部屋に引っ越してから約2年が経とうとしておりまして、今年更新の年なんですけども、今のところ引っ越す予定はなくてですね、このまま住み続けようかなというふうに思っているぐらい、一人暮らしの部屋としてはすごくお気に入りの部屋になっておりますので、ちょっとご紹介させていただこうかなというふうに思っています。で、お部屋の間取りはですね、 1LDK で、ちょっと全体として何畳なのかっていうのは未だに把握してないんですけど、占有面積としては40平米のお家となっています。で、結構細長い形のお部屋になっています。では早速お部屋紹介していきたいと思います。はい、でまずお部屋の構成なんですけども、ここリビングルームがあって、奥にベッドルームがあるっていうような構造になっています。で、ここに見える茶色になっているものが、これがスライド式のドアになっていまして、それで 1LDK っていう形になっているんですけども、基本的にここのスライドドアは開けっぱなしで使っているので、ほぼ広めのワンルームみたいなお部屋になってます。で、後ろにキッチンがあるというような形になっています。はい、こちらがベッドルームになります。で、お部屋の紹介入る前に、ちょっとまずお部屋のコンセプトをお伝えさせていただきたいんですけども、もともとこのお部屋が持っている特徴として、白い壁と結構白めのオフホワイトの木の素材の床に、ウォルナットっていうのかな、ウォルナットっていうにはちょっと暗い気もするんですけど、すごいダークブラウンの木の素材の色を使ったもの、まあ、この2色3色ぐらいで構成されているようなお部屋になっています。で、ベッドルームのここだけ壁紙が青くなっていて、これ僕が取り付けたわけではなくって、元からこういう色をしてたんですけど、まあ、結構可愛くて気に入ってます。まあ、こういう白とダークブラウンっていう2色展開で構成されているようなお部屋になってるんですけども、僕自身も結構北欧モダン、北欧ナチュラルっていうんですかね、モダンな雰囲気がありつつも、まあ、自然の温かみのあるお部屋っていうのを作っていきたいなというふうに思っていたので、まあ、そういう木の素材の温かい色合いのものだったりとか、こういう植物っていうのを多く取り入れているというような形になります。で、これはレモンの木でフェイクグリーンなんですけど、こちらベッドの横に置いて、ちょっと緑の差し色を入れているというような形になってます。はい、こちらがリビングルームになります。この奥に僕がいつも仕事をしていたり、動画編集をしていたりするような、作業をするようなテーブルがありまして、その奥がキッチンになっております。で、ここ左側に棚がいろいろあって、いろんなものを収納しているというような形になります。で、僕が今立っているここの空間、この左側にソファーがあって、ダイニングテーブルがあって、テレビがあってというような形で、ここでいつもくつろいでるような感じになります。はい、こんな感じですね。ここでいつもご飯食べたり、食後寝っ転がったりとかして、めちゃくちゃダラダラしている空間になります。はい、で、こちらがキッチンになります。ちょっと分譲のマンションとかに比べると若干手狭ではあるんですけど、まあ、一人暮らしとしてはかなり大きな方なんじゃないかなというふうに思ってます。コンロが2口あって、ちゃんとまな板とかで作業できるところもあって、シンクもまあまあ大きくてっていうような形で、まあ、ここで結構しっかり料理を毎日しております。はい、で、これがキッチンの反対側ですね。冷蔵庫と電子レンジと、あと奥に棚があって、まあ、ここにいろいろ飾ってあったり、飾ってあったり置いてあったりします。後でちゃんとお見せします。はい、で、最後脱衣所になります。こちら僕のこだわりの三面鏡になってます。もう三面鏡は絶対マストでって言って、不動産の方にお願いして探してもらってました。はい、ここでいつもスキンケアしたりメイクしたりっていうような感じになりますね。はい、それではざっくりお部屋全体ご覧いただいたので、細かいどんなものを使ってるのみたいなところを紹介させていただきたいなというふうに思うんですけども、僕この部屋の夜の雰囲気がすごく好きでして、まあ、日中もクリーンな雰囲気で、まあ、すごく綺麗な感じなんですけども、また夜が違って落ち着いた、なんかリラックスできるような空間になってるかなというふうに思っていますので、まあ、細かいものの紹介は夜にさせていただきたいなと思っています。なので時間をちょっと進めたいと思います。
はい、夜になりました。カメラ通してみるとあんまり変わらないんですかね。一応ですね、この部屋にもともと取り付けてあった白色系の蛍光灯っぽいシーリングライトっていうのを取り替えて、このリビングにあるものもベッドルームにあるものも暖色系のオレンジ色のもので統一しています。なので部屋全体の雰囲気、明るさっていうのは少し暗くなってはいるんですけど、その分夜はすごくリラックスできて落ち着いて過ごせる空間になったかなっていうふうに思っています。それではベッドルームから紹介していきたいと思います。はい、まずベッドですね。ベッドはフランスベッドっていうところのベッドになります。セミダブルのサイズですね。これも引っ越す前から使っていて、もう10年ぐらい経つのかな。すごく長い間愛用しているベッドになります。ベッドの上には時計とティッシュがあったり、あとはスマホ充電できるところだったり、Apple Watch なんかを充電してます。あとこれはキャンプとかにも使うようなものなんですけども、こういうランタンですね、置いてあって、部屋の光全部消してランタンだけで夜寝る前過ごすっていうこともしたりしてます。あとここ夜に使ったりするものが多いものが置いてあります。これ髪の毛邪魔な時に使うワニワニクリームで、あとはハンドクリームですかね。基本的にハンドクリームで、これはルームフレグランス、これはルームフレグランスですね。これは香水だったかな。香水をルームフレグランスとして使ってるような感じですね。サボンのものになります。であとハッカ、これは鼻が詰まって眠りにくい時とかにティッシュにワンプッシュシュッてやって枕元とかに置いとくと、すごい鼻通りが良くなって寝やすくなるので、一応ずっとここに置いてあります。あとはこうスマホとか、あと iPad が充電できるようなもの、ケーブルが置いてあります。サダハルが噛みついています。はい、で、反対側はサーキュレーターと、なんか Amazon で買った可愛いスタンドが置いてあります。これキャンプの時とかに持っていくんですけど、サーキュレーター置いとくのにちょうどいいので、家ではこのように使っています。リビングにいるときはこっち向けてて、寝るときには反対向けたりとかして、このサーキュレーターずっとほぼ起きてる間回してるというような感じになります。で、ここにあるのが、アコースティックギターですね。ギブソンのギターになります。これ、もうそろそろ売っちゃうんですけど、そうですね。ずっと今はここに置いてあるような感じになります。このギブソンのギターなんですけど、昔アコースティックギター弾いてる時に奮発して買ったもので、ライフスタイルの変化から全然弾かなくなってしまったので、ちょっと泣く泣く手放すというか、たくさん弾いてくださる方に行き渡った方がギターとしても喜んでくれるかなと思って、売りに出すことにしてしまったんですけど、なんかちょっと寂しいは寂しい気がするので、映像に残しておこうかなっていうふうに思います。僕が持ってるのがギブソンっていうギターメーカーの J45 スタンダードっていうモデルになってます。そのサンバードっていう色なんですけど、この黒と茶色のグラデーションがすごい綺麗なモデルになってます。最近だとあいみょんさんとかが愛用してるモデルですね。そのギターになってます。はい、お次はクローゼットですね。今ここに後付けできるフックみたいなものをかけておりまして、ここちょっと爪の部分があって、ここにハンガーが引っかかるようになってます。なので冬とかはここにハンガー引っ掛けてよく着るコートとかを吊るしています。それ以外の時は、こういう風に使った帽子とかを乾燥させるためにここに置いてあります。これはニューエラと幼児山本さんのコラボのモデルになっておりまして、綺麗な緑の発色のもので、形もいいのですごく気に入っています。930っていうモデルですかね。はい、でクローゼットの中はちょっとあんまり綺麗じゃないんですけど、こんな感じで
春物から夏物から冬物までもう全部一つのクローゼットの中に詰め込んでます。まあ、奥にスーツとかシャツとかがあって、まあ、ここはズボンコーナーで T シャツコーナーとかもう本当に雑多に入れてあります。で、上が本当に全然色とかも統一されてなくて汚いんですけど、まあ、これがあのケノンだったかな、脱毛器、家庭用の脱毛器で、これがマッサージガンですね。あの振動でマッサージしてくれるやつです。とあのスーツのネクタイとかがいっぱい入っているもの とこれは常備薬とか薬がいろいろ入っているものになります。まあ、奥のこのジョン・マローンの袋とかはなんかあのファブリーズ あの詰め替えとかそういうものが入ったりしてます。はい、で下もいろいろ収納がありまして、これはここはなんかアイロンとかが入れてあるようなものになります。で下はなんかもう今使ってない冬物 あの部屋着だったりとかシーツだったりとか、まあ、そういうものが入ってます。でここクーラーボックスが2つ入ってまして、で1つがカメラとかをいろいろ入れてるクーラーボックス、あと酸素ボンベじゃない、ガスボンベですね。キャンプ用のガスボンベとか、そういうキャンプ靴とかが入れてあるようなものになります。で、奥にスーツケースとか入ってます。で、カメラのケースは、なんか本当にめちゃくちゃ適当に入れてあって汚いんですけど、まあ、ここにいろんなレンズだったり、カメラだったりっていうのを入れています。基本的には結構高価なものが入ってたりします。で本当はカメラってなんか防塵のなんかケースみたいなところに入れたりするんですけど、結構それ買うのも高いし置く場所も困るので、こういうクーラーボックスに入れてシリカゲルとか入れて乾燥を防いでるような感じになります。全然これで困ったことないので、とりあえずこれで過ごしています。で、もう一個キャンプ用のものですね。はい、これはコールマンのクーラーボックスですね。色がすごい可愛くて気に入っています。こんな感じでキャンプ用ってか、これも登山用ですかね。 OD 缶だったりとか、こういうクッカーのセットとかを雑多に詰め込んでる、そんなスーツケースになります。以上。で、奥のこのスーツケースとかこういうケースとかは、メイク道具とかが入ってます。自分にする用のメイク道具じゃなくて、人にする用のメイク道具ですね、がたくさん入っています。僕今、美容とは全然関係ないお仕事をしているんですけど、一応美容師免許を持っていまして、専門でメイクアップを勉強していました。なので、母親が経営している美容室があるんですけども、そこで、メイクのご依頼とかが入った時にメイクさせていただくっていう形でやっています。基本的に成人式とか結婚式とか、まあ、そういうことが多いですね。なのでこうやってブラシがたくさんあったりします。本当にメイクブラシはたくさん持ってて、なんでこんなにたくさん持ってるんだろうっていうぐらい自分でもこんな感じですね。基本的には博報堂っていうブラシのブランドのものを使っていることが多いです。あとは僕が通っていたプロメイクスクールのプロデューサーの方、まあ、先生の方が作ったブランドのブラシを買わせていただいて、それを使っていたりします。はい、はい、でこのベッドの横の空間、ここがすごく僕の好きな場所になってます。これ最近ニトリで買った椅子なんですけど、めちゃくちゃ座り心地が良くて、これめちゃくちゃいいくつろぎスペースになっています。夜こんな感じで寝る前に本を読んだりとか、あとなんか動画見たりとか、そういう時間に当てています。でこの丸っこいのはIKEA で買ったオットマンで、ちょっと形が好きで買いました。ここに足を伸ばしてくつろいでるっていう感じですね。はい、
で、カーテンもニトリのものですね。完全遮光で、まあ、暑さとか寒さとかが防げるようなものになってます。なので夏は涼しく冬は暖かい、まあ、そういうカーテンみたいです。遮光性が本当に高くて、朝になってもこれカーテン全部閉めて、あっちのスライドドアとかも閉めてると本当に真っ暗な感じです。で、こちらのミラー、お昼もお見せしたんですけど、これはまあ Amazon で購入した全身鏡ですね。ジョンライフとか言ったかな、のアーチ型の鏡になります。金色の縁になっていまして、まあ、このデザインカラーが、まあ、ここの部屋の雰囲気にすごい合うかなと思って買いました。本当にぴったし雰囲気が合ってくれてるのでお気に入りです。はい、こんな感じで過ごしています。めちゃくちゃ座り心地が良くて、本当に寝落ちしちゃうレベルで心地がいいです。で、ここにある電気、ベッドのこの上にある電気ですね、これもニトリのものになります。イサムノグチの明かりがすごい好きで、ちょっとそれに憧れてはいたものの、まあ、ものすごく高価なので、この2000円ぐらいで収まる、かつ、まあ、そんなにパッと見ても全然遜色ないぐらいデザインも可愛くて、まあ、そういうものをニトリで購入しました。はい、続いてリビングルームです。リビングはですね、このソファはニトリで、テーブルが楽天だったかな、で、テレビのスタンドはこれアマゾンだったかな、アマゾンで、テレビはでっかくて、シャープの55インチだったか65インチのものを使っています。60インチだったかな、ちょっと忘れちゃいました。で、上にはカーテンレールがあって、そこにカバンを吊り下げてるっていうような感じになります。で、この後ろに見えてるこれがマットですね。ストレッチとかする時のすごい簡易的にバサバサっと広げて使えるようなマットになってます。僕は結構ストレッチする時のくるくる巻く、なんて言ったっけ、ヨガマットをこうくるくる巻くのもめんどくさくなるぐらい結構ズボラな性格ではあるんですけど、これはもう本当に3段でバサバサって開くだけで、まあ、ここでストレッチしたり筋トレしたり、あとぴょんぴょん跳ねても下に響かないっていうようなもの、結構お子さんとかがいる家庭に向けて販売されていたりするものらしいんですけど、これがすごいクッション性も高くて気に入っています。で、ここになんかお化けのようにかかってるこれが何かっていうと、スタンドアイロンのスタンドになります。これもズボラな性格なのでっていうことで、どっかクローゼットの中とかにしまっちゃうと、もう出すのがめんどくさくてアイロンとかしなくなっちゃいそうなので、いつでも取り出せるようなところに置いておこうと思って、このソファーの後ろに置いてあるんですけど、まあ、ちょっとさすがに生活感が出すぎちゃうっていうことで、まあ、これこういう白いものをかぶせてカモフラージュしています。はい、で、ソファーの横に置いてあるのがプリンスアーハーツツールっていうもので、楽天で買ったものですね。これツールなんですけど、こういう小物を置くために使ってます。で、この小物が何かっていうと、なんか本っぽいデザインの小物入れなんですけど、まあ、ここに生活感が出そうなリモコンだったり、まあ、今ちょっと秋花粉の時期なんで常備薬だったりとか、まあ、なんかSD カードを読み込んだりするコードとか、まあ、そのよく使うようなものが入ってたりしています。はい、こんな感じで綺麗にまとまるのでお気に入りです。ソファーでくつろいでる時にここにコップとか置いたりして、テレビを見ながら、まあ、ドリンクを飲むみたいなことにも使えるので、ものすごく気に入っております。で、まあ、ゴミ箱ですね。はい、これなんだっけな、ベルメゾンって言ったっけな、アマゾンで買いました。この形がすごく可愛くて、部屋にも馴染むようなデザインなので、すごくいいなと思って、このソファーの横に
置くゴミ箱としてずっと使っています。はい、でテーブルも、楽天で買いました。ちょっと明るい色彩の、まあ、ちょっとユーカリっぽい感じのデザインの木の机になっております。ただちょっと木っぽい何かっていうだけで本当の木ではないんですけど、まあそういうデザインの木の机になっています。でこの机の特徴がこうやって跳ね上げ式っていうか、このスライドで出てくるような形になっていて、すごく食事がしやすい高さまで上がってきてくれるので、まあ、それがすごくお気に入りです。でこの下に一応なんかいろいろ収納できるものがあって、まあいろいろ入れてますね。何が入ってるの？今なんかブランケット入れたりとか、あのパソコンを膝で使うときに使うようなこういうクッションとテーブルがセットになっているようなものだったりとか、まあ、そういうものが入ってます。はい、でテレビ周りはあの大したもの置いてないのであんまり紹介するものもないんですけど、これは、IKEA で買った可愛い置き時計になります。デジタル置き時計です。でまあここの下のところはあのなんか100均で適当に買った箱にいろいろ書類とかいろんなもの詰め込んでます。でこれが友達からもらった壊れたスピーカー、ちょっとそろそろ捨てなきゃいけないんですけど、めんどくさくてずっとここに置いてあります。で代わりにまだ使えるスピーカー、これアンカーのサウンドコア2だったかな、が置いてあります。はい、でここにあの筋トレのグッズだったりとかが置いてあります。これはあの IKEA のあれですね、なんかあのなんだっけ、鍋蓋を並べるようなものなんですけど、なんか腹筋ローラーが転がらないようにするためにちょうど良かったのでこれに使ってます。はい、画角狭くてすごい申し訳ないんですけど、このダイニングテーブルの下のところにこういう収納できる空間があって、なんかこのモナカみたいな、これ、IKEA で買ったんですけど、モナカみたいなこういう箱があって、まあ、こういうところになんかあのカメラグッズとか、あとコンデジとかを収納しておいてあります。同じものを3個購入して、まあなんかいろいろ入れてあります。はい、で最後このカーペットですね。カーペットはちょっと全体見えないんですけど、あのバイマで購入したものです。韓国から取り寄せたものになります。でこちらがお気に入りの作業机になります。ライトつけるとこんな感じで結構明るくなります。この丸テーブルとか、あとこの椅子っていうのもバイマで韓国から取り寄せたものになります。はい、こんな感じですね。もう可愛いデザインですごく気に入っています。本当は作業机として、あの最近流行りの昇降デスクとか置きたいなとか思ってたんですけど、やっぱりこの部屋全体の雰囲気を考えた時に、あまり大きくてこうゴツゴツしたテーブルとかが置いてあると、あまり馴染みが悪いかなっていうふうに思うのと、やっぱここら辺の角が丸かったりとか、そういう部屋が持っている特徴に合わせてちょっと選ぶためには、ちょっと丸っこいデザインのものがいいなというふうに思って丸テーブルにしました。テーブルの上はこんな感じですね。 iPad mini と最近買った iPad Pro 11インチ、あと MacBook Pro の14インチと、あとトラックボールのマウスになります。あの別にトラックボール信者ってわけじゃないんですけど、ちょっとあのデスクのスペースが狭いので、マウスをあんまり動かさないで使えるトラックボールがこのデスク上ではすごく役立ってます。ディスプレイは LG のものですね。これもすごく綺麗なディスプレイで気に入ってます。はい、でライトはニトリだったっけな、ニトリのライトを使っています。はい、あ、でちょっと紹介し忘れました。このテレビの後ろにあるあのボードなんですけど、これIKEA のなんだっけな、スベンなんとかみたいな感じの商品なんですけど、このアルファベットを自分でこうはめ込んで好きな文字にできるようなものになっておりまして、これ何かっていうと、この後ろに
この排気口、空気の、あの出入り口のところがありまして、こう引きで見るとすごいわかるんですけど、めちゃくちゃこの生活感が出ちゃうようなポイントになってるので、これでかぶせてそれを緩和してるっていうような感じになります。で、友達の結婚式に参列した時にいただいた、まあ、いただいたっていうか、あの披露宴着くとだいたいあのナプキンとかがテーブルに置いてあるじゃないですか。で、ナプキンの上にこのドライフラワー、フェイクフラワーが置いてあって、まあ、どうぞお持ち帰りくださいっていうことだったので、ちょっといただいてここに飾らせていただいてます。うん、いい感じ。ここが僕のお部屋の中でも結構お気に入りの空間になっております。奥にあるドライフラワーは例によってフェイクのものになります。で、ここに基本的にはあの部屋を、家を出るときにあの身につけていくようなものたちが置いてあります。指輪だったりとか、リップクリーム、あと時計とか香水たちですね。まあ、お気に入りなのがこういうオーパラディのピュアっていう香水だったりとか、とマルジェラの香水、あとバイレードのブランシュっていうところの、ブランシュっていうところじゃない、ブランシュっていう香りの香水ですね。あとはあのハワイで買ったキャンドルだったりとか、お土産でいただいたあのハンドクリームだったりとかが置いてあります。まあ、あとなんかデザインが可愛くて買ったマッチとかポンと置いてあります。キャンドルとかに火をつけるときとかに使っています。で、これはあのコーヒードリップするとき使うものですね。まあ、これも木のデザインですごく可愛くて気に入っています。ハリオだったかな。はい、で、こっち側の棚ゾーン、これが楽天で買ったもので、これが IKEA かな、 IKEA で買ったもの、これが牢屋で買ったものになります。ここなんか壁がなんか柱の関係なのか、すごいあの階段状になってて、棚が綺麗に一直線に並べられてないっていうのがすごくあの残念なポイントなんですけど、まあ仕方ないのでこうガクガクした感じで並べてます。はい、で、この棚には、シェイカーですね。シェイカーと、あとコーヒーミル、コーヒーの豆砕くやつと、あとバナナが置いてあります。僕は毎朝バナナを食べるので、こういうバナナスタンドでこうバナナが傷まないように吊るしてあります。って言っても結構もう茶色くなってきちゃってますけどね。で、下は、まあ、普段僕が使っている水筒とかあのタンブラーとか、あと朝飲むあのプロテインとかが置いてあります。で、これはあのジムに行くときに飲む BCAA ですね。はい、僕最近気づいたんですけど、なんかタンブラーとか水筒が好きなのかもしれなくて、なんかすごいいろんな種類のものが置いてあります。で、この下がもうちょっと本当はお見せしたくないぐらいもう汚いんですけど、なんかもう本当にあのいろんなストックとかがもうごっちゃごっちゃにあの入れてあるような、本当に物置になってます。なんかメスティンが入ってたりとか、弁当箱が入ってたりとか、あとはあのコーヒーのものですね。あ、これ登山で使うあのコップですね。これパコパコってやるとコップになるっていう、まあ、そういうものだったりとか、なんかいろんなものが雑多に入ってます。はい、で、こっち側が、エスプレッソマシン、トースター、あと下が炊飯器になります。炊飯器はアイリスオーヤマのものですね。で、トースターはバリューミューダで、これはデロンギになります。結構あの棚は白いけど家具は黒で揃えてるような感じですね。はい、続きましてキッチンスペースになります。もう冷蔵庫とか棚とかはもう部屋ありきで選んだので、このウォルナットの色がもうそのまんまあの馴染むように同じような柄のものを購入しました。で、アクアのものですね、冷蔵庫は。で、
ゴミ箱は何だったっけな、ここ足で踏んだら開く、ちょっとシックなデザインのかっこいいゴミ箱になります。ちょっとどこで買ったか忘れちゃったので後で載せておきます。で、上に乗ってるのがシャープの電子レンジですね。これはあそこに置いてあるバルミューダとすごくデザインが似てるなっていうふうに思って購入しました。統一性を出すために。バルミューダから出ている電子レンジもあるんですけど、そのバルミューダが出ている電子レンジよりももうこのシャープの電子レンジの方がデザインが近くて、もう本当に意識して作られてるんじゃないかっていうぐらい同じようなもので、まあでもかっこいいのですごく気に入って使っています。で、ここにはこれすりこだったかな、すりこで買ったあのお絵かきボードですねが貼ってあって、なんか忘れちゃいけないものとかがある時とかにここに冷蔵庫の底に書いておくようにします。はい、でこれは段ボールとかをカットするようなこういうものですね、カッターですねがマグネットでパチッとこういうふうに置いておけるのでここに置いてあります。はい、昨日ジャンパラで iPad とかオズモポケットの古いものとかを売ったので、それの控え、振り込みされるまで控えを置いとこうと思ってここに置いてあります。139,600円、結構高く売れましたね。はい、で冷蔵庫の横側に置いてあるのもウォルナットと黒い柱で、まあ統一感を出した棚を置いてあります。で上に置いてあるこれ100均で買ったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、ここになんかいろいろお菓子とか詰め込んで見えないように一番上に置いてあります。で下の段には最近買ったブルーボトルのエコカップと透明な急須、あと毎朝飲むビタミンとかが置いてあります。左側が朝飲むビタミン C とビタミン D で、右側が夜飲むマグネシウム亜鉛になります。はい、で下には湯沸かしポットですね、バルミューダのポットと、あとまあおしゃれな透明の鍋、まあカレーとかシチューとか作るときとかに使ってます。でここの引き出しは基本的にお箸とかスプーンとかナイフとか、あと小皿とかを入れていて、まあここに不意にもらってしまった割り箸とかを入れていて、何かあったときとかに使うようにしています。でその下がゴミ箱になってるんですけど、2つセパレートになっていて、で1つがこういう蓋がついていて、まあ匂いのあるものとかを防ぐようなそういうものになっています。これすごくいいですね。はい、では続いてキッチン側になります。はい、まずこれワイングラスですね。僕ワイン飲むのが好きなので、まあ、赤ワインと白ワインとあとシャンパングラスですね、全部2つずつ置いてあるんですけど、ちょっとワイングラスってちょっと置くコップ入れるところとかに置くの結構神経使うので壊れやすいので、こういう風に吊るして置いておくようにしています。はい、でこれはパナソニックの浄水器後付けのものを使っています。ここのレバーでシャワーとか浄水とかを切り替えるようなものになっていまして、浄水を使うとこれあと何リットル使えるよみたいな感じで掲示板っていうかデジタルで残量を教えてくれるようなものになっています。会社に毎日お水を持っていくので、ちょっとこの浄水器毎日使って美味しいお水を飲んでいます。はい、でシンクはユニフレームっていうところのなんかキャンプ用品とかでよく使われているブランドですね。実際にキャンプとかにもよく持っていくので、まあ、生活とキャンプとかで療養できるようにこれにしています。なんかね、直火とかがかけられてこのシンクに直接お水を入れて沸騰させられるよみたいなものです。まあ、直火かけたことないんですけどね、そういうものになってます。で横にはマーナーだったかな、この水筒を洗うようなスポンジと
あとスリコで買ったこれシリコンたわしですねがぶら下げてあります。まあ、これあのフライパンとか洗うときにすごくあのフライパンを傷つけずに洗えるのですごく便利です。はい、でこちらの空間はほぼニトリですかね。これだけ山崎実業だった気がするけど、それ以外はこの吊るしてあるものとかはニトリで買ったものになります。これはあのスマホですね。スマホをここにカシャって置いて、まあ、料理しながらなんか動画見たりとかできる、レシピ見たりとかできるためのものです。でこのスヌーピーの可愛いキッチンロールもこのニトリのキッチンロールをホールドして置くマグネットのやつで常にここで使えるようにしています。はい、最後洗面台のエリアになります。ここ本当にすごい狭いスペースなんですけど、なんかいろんなものが置いてあるのでちょっと360度一通り紹介しようと思います。はい、まず洗濯機、まあ、洗濯機はまあ一人暮らし用のサイズですごいギリギリサイズで入ったんですけど、ドラム式のものを使ってます。で反対側にはあの洗濯物とかを入れるあのダイソーで買ったかな、ランドリーボックスみたいなものを使っていて、なんかここにちょうどいい感じの柱があってくぼみがあったのでつっかえ棒を買いまして、いろんなものをこうやって引っ掛けてます。はい、で下のエリアはこれあの無印のティッシュになります。ここ両面テープであのバチバチっとくっつけてるだけのものなんですけど、ここにティッシュがあるとすごく便利で、あの毎回こういう使い方をしています。はい、でこちらが歯ブラシ、まあ、あの 下ブラシ、あのベロを洗うやつですね、とかあとハワイで買ってきたホワイトニング用の歯磨き粉とか、これもホワイトニング用の歯磨き粉ですね、とかあとヘアケア剤とか置いてあります。で真ん中のエリアはなんかいろいろスキンケアのものがいっぱい置いてあるっていう感じですね。はい、じゃあ最後お風呂から出てきてすぐのエリアですね。バスマットは珪藻土のものを使ってます。足の水分をシュッと吸収してくれるような素材のものですね。でまあ、ここには靴下だったり下着だったりっていうものがあって、ここにちっちゃいハンドタオルで、ここがいろいろスキンケアとか髪の毛セットしたりとかに使うもので、上がバスタオルとか、まあ、あとなんかシェーバーとかいろいろなもの、あとハサミとかですね、置いてあるようなところになってます。はい、ルームツアーすべて終わりました。いかがだったでしょうか。ちょっと僕こういう風にカメラの前で一人で喋りかけるっていうスタイルがそんなに得意ではないので、聞きにくい部分があったりとか、あのくどい部分があったりとか、滑舌が悪い部分とか、まあ、多々あったと思うんですけど、最後まで見ていただきましてありがとうございます。で、せっかく時間取ってこの動画見ていただいているので、一個でも気になったものがあったら嬉しいなというふうに思うんですけども、まあ、全部の商品リンクを貼るわけにはいかないなとも思っておりまして、なので気になるものがもしありましたらコメントとかで聞いていただけましたら、それに返信する形でお答えしようかなと思いますのでよろしくお願いします。あと調べたところによりますと、なんか楽天ルームっていうサービスがあって、でその楽天ルームのなんか自分のページみたいのが作れるらしいんですよね。でその楽天ルームの自分のページに自分が買ったものだったりとかおすすめのものっていうのをポンポンこうブックマークをお気に入りみたいな感じで置いておける、でそれみんなが閲覧できる状態になるっていうものがあるらしいです。なのでちょっとそれ難しくなかったら、楽天で購入したものとかも複数ありますので、そちらに載せてみようかなというふうに思います。でその楽天ルームのリンクを概要欄とかに貼り付けておきますので、あのできたらね、まだ調べてないんですけど、もしあの簡単にできたらそれもあのチャレンジしてみようかと思いますので、楽天ユーザーの方はちょっとそこから覗いてみていただければなというふうに思います。はい、で、ルームツアーの動画としては以上になりまして、で最後あのこの動画を通して僕のことを初めて知ってくださった方に
向けてなんですけども、僕のチャンネルでは普段あの Vlog をメインで発信しております。で、発信しているっていうよりかは、まあ、自分の思い出に残すようなスタイルのものが多いんですけども、なのであの Vlog 好きだよっていう方がもしいましたら、チャンネルページの方に来て他の動画も見ていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。はい、それでは最後までありがとうございました。おやすみなさい。